の究極王に断固総裁権。兵器幕覇者を名乗る長兄ラオウ。これは レイの剣。この剣王に敗北などありえぬわ。見ているのだ、ケンシロウ。私の死をお前の糧とするがよ。この世でラオウを倒せるのはお前しかおらん。オーラが流れている。この動きは時ラオウ、時が待っている。世紀末覇者を名乗る長兄ラオウ。これはこの剣王に敗北などありえぬわ。奥との掟は俺が守る。様に剣を教えたび、このラオウに一日の長があるわ。受けてみよ、ケンシロウ。荒れ狂う世紀末覇者よ、死すべき時が来た。受けてみよ、ケンシロウ。北斗豪昌派。北斗の長兄、そして世紀末覇者の剣王。
どれほど兄弟になっていようとも、このラオウを倒すことはできぬ。そういういたいけな魂の叫びがこの不動に最後の力を与えてくれよう。剣士ら北斗豪将派、これは北斗の長剣、そして世紀末覇者剣王。わっ、私たちも欲しくなり、熱き男たちと共にケンシロウを見守る。炎が流れている。この動きは時ラオウ、時が待っている。
暴走天使、悲しみを背負った者の見渡し者も、
前例の剣が。お前の心は瞳。だが俺の中には長兄ラオエの鬼、そしてユリアへの思いが生きている。天地を砕く剛剣でさえこの思いだけは砕くことはできぬ。お前の強さは愛を捨てた者と心に愛を刻みつけた者との違いだというのか。妹だ、弟よ、兄さん、オラを天に帰るに人の手は借りるわ。我が生涯に一片の悔いなし。最大の時とともに、あなたの生き様を見に北斗神拳伝承者として生きよう。この世に光がよみがえった。だが死んでいった男たち、ラオウ、そしてケンシロウがいなければ、この世は永遠に闇に閉ざされていただろう。かつて男たちは戦い、この世に一時の平安を残し、天に地に散っていった。だがその男たちの戦いの歴史も砂の中に埋もれ、人々の記憶から忘れ去られていった。それから数年後、蘇らせたの。どこもかしこも傷だらけ。